縄に召し物は吊るされましたか。はい。むしろにはくるまっておいでか。はい。できるだけ火のそばに寄られよ。はい。あの何でござる。すみませぬが、何か話してお聞かせくださいませ。いくら背を向けおうておるとはいえ、黙っておいでになられますと痛く恥ずかしゅうございます。こうが猿之助の野郎。そうでございます。この気に乗じておぼろ様をあんな山小屋に連れ込みやがって。おお、そうじゃ。ゆうべ里の者が産気づきましてな。あの中で何を、一体何をしておるのだ。落ち着いてくださいませ。伊賀者はあの山小屋の向こうにおる。あの木の下か。やはり玄之介様を狙っておるのでしょうか。実はつば隠れでも昨夜やや子が生まれましてございます。わからん。左衛門、先手必勝ぞ。謝るな今日。痛み入りまする。甲賀と伊賀、やや子の生まれたを祝いおうたのはわしらが初めてやもしれませんな。そうでございますね。いつかかような喜びを寮の里に住む者同士皆で共に分かち合える日が参るとよいですの。本に仰せのと。どうなされた。いえ、何でもございません。甲賀者に動きはね。いかがいたしましょう。小屋の中の様子を探りてえところだが。おぼろ様、ご無事で、ご無事でおってくだされ。何をなさるのです、甲賀玄之介様。よいではないか。さあ。そんな、私たちはまだ。どの道に出すことじゃ。そなたもその気で参ったのであろう。おやめくださいませ。てよ。なんと非道な。甲賀玄之介、許さぬぞ。小四郎殿、謝るんじゃねえ。ホテルに、お前はここにいろ。ヤシャマル殿、動いた。山小屋に向かって人影が。二人じゃ。業務本業で背後に回れ。心得た。お恋はここにおるのじゃ。兄様。うん。見事なお手前にございますね。今日何かそなたの喜ぶ物事、結局これしか思いつかず。嬉しゅうございます。忍笛のこしらえも美しゅうて。ようござった。元服の折、おじじより賜ったものにござる。わしの亡き母子の形見なのだそうです。さようで。私も亡き姉やの形見の舞扇を持っております。姉や殿。はい。生みの母であることを知らず、幼き頃よりそう呼んでまいりました。共に過ごした記憶はおぼろげにしか。そうでござるか。あの時の。え、いや、ぜひその扇を拝見したいものじゃ。今度お持ちいたします。そうじゃ、おぼろ殿。はい。わしの笛で舞を舞ってみぬか。甲賀と伊賀の和睦を願い、わしの笛とそなたの扇で。まあ、なんと良い思
燃え尽きでしょう。そう思われるか。これは相すまぬ。つい振り向いてしまった。許されよ。いえ。帰るぞ、おこい。兄様。左衛門、伊賀者どもと小屋のあちらとこちらで何を立ち聞きしておったのじゃ。せっかくの。おそらくは、キャツラも我らと同じおぼろの身を案じて参っておるのよ。ん？不戦の約定我らから破るわけにはゆかぬ。それは伊賀者とて同じじゃ。帰るぜ、ホタルビ。ヤシオマル殿、小四郎殿。甲賀の奴らにとりあえずやり合う気はねえようだ。玄之助にもな。だよな、小四郎。ああ、甲賀玄之助、いけすかねえ野郎だぜ。おぼろ殿、雨が上がりましたぞ。はい、今参ります。いつか見ていただきとうございます。何か申されましたかな。いえ、何でもございません。まあ、すっかり雲も晴れて良い眺めじゃ。ほんに。時におぼろ殿、それに置かれた包みは何でござるか。いけない。おばば様が出掛けにちまきを持たせてくださったのです。ほう、ぜひいただこう。そうじゃ、ちまきはおじじの好物なのですが、少し土産に持ち帰っても。ぜひそうしてくださいませ。かたじけない、喜びまする。おぼろ殿。玄之助様、何でございましょう。また会うてくださるか。はい、もちろんでございます。いや、おぼろ殿、わしと夫婦になってくださるか。はい、いつまでもおそばに。